にちは、ヘア&フォトシュルームの滝野です。今日は酸性デジタルパーマについてご説明していこうと思います。こちらのパーマ本当につやつやに髪の毛が柔らかく仕上がるパーマとなっております。まずこのパーマ、こんな方におすすめです。まず1つ目、髪の毛にツヤが欲しいという方、そして2つ目、パーマの持ちを良くしたい、髪の毛の広がりが気になる方ということです、はい、よくお客様とカウンセリングをさせていただいていて、パーマをかけるとやっぱりダメージ出てしまうかしらお話や、髪の毛の広がりも気になるけれどもパーマのデザインも楽しみたいという話をよくお伺いします。こちらの酸性デジタルパーマは薬剤を髪の毛に優しい酸性領域までコントロールして